皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、質問力が高い先生は、集客も制約もうまくいく、質問力の磨き方ということについてお伝えしていきたいと思います。余談なんですけれども、今日ちょっとですね、化粧が濃いのは、撮影を、してきたからです。ハセオさんっていう、フォトグラファーの先生がいらっしゃるんですけど、名古屋の方なんですけど、その方の個展の作品になれる権利をゲットしまして、その作品として飾られるための撮影をですね、本日してまいりまして、こんな化粧をしております。はい、ちょっとこれは余談です。はい、で今日はですね、質問力の磨き方なんですけれども、この話をしようと思ったきっかけはですね、教室の先生いろいろと私たくさんお話をするわけなんですけれども、質問力がある方っていうのは、その前提でですね、聞くことができる傾聴力ですね、理解する力と、あとそれに対して伝えるべきものを内部に持ってそれを伝えることができる、でさらにそれを深掘りして展開していくこともできる力を持ってるんですよね。でこの3つがしっかりあるとですね、集客の方も制約の方もうまくいくんですよ。はい、じゃあその、ね、メカニズムというか、どういう点に気をつければいいのか、人の話を聞く時のポイントですね、私がどうやって聞いているのかっていうことも含めてお伝えしていきたいっていうのが本日の回になっております。はい、それではですね、お話をしていきたいと思います。まずですね、質問力の磨き方っていうことを、磨いていく前提として、3つの力をまずは理解をしてほしいという3つの力があります。でそれは何かっていうと、1つ目は理解する力です。2つ目は伝える力で、3つ目は質問する力で、それぞれにどんなポイントを気をつけていったらいいのかということをお伝えしていきたいと思います。はい、じゃあまずですね、一つ目の理解する力なんですけれどもね、女性性っていうことから言うとですね、もともと女性は共感する生き物というふうに言われています。男性よりは、男性は、逆に自分がこうやりたいことをやる、我が道を行くっていうタイプの人多いんですけど、女性は共感の生き物なので、そうだよね、大変だったよねとか、本来は人の話を聞くのがうまいはずなんですよ。で実際に上手な方もいらっしゃいます。でもこれは雑談上とかプライベートで上手な場合とビジネスで上手な場合ってポイントが違うんですよ。同じ聞く力だったとしても、プライベートでの耳の持ち方とビジネスの耳の持ち方、要は理解する能力ですね、それはちょっとですね、アレンジが必要になります。じゃあどんなアレンジが必要になるかっていうと、例えば、私のクライアントさんとかは、私も実際に教師の先生をやっていた時がありますので、生徒さんからいろんなこと言われますよね。それはクレームとかいうことじゃなくて、要望とかね、いろんな話です。でこの時に今何を自分が聞こうとしているのか、聞きたいのか、今のテーマは何なんだっていう軸はぶらさないっていうことなんですよ。例えばそうですね、じゃあクライアントさんと私お話ししてるとするじゃないですか。で集客に悩んでますというテーマが仮にあったとしますよね。漠然として広いテーマです。でそのテーマを話しているうちに、本人がどん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 枝葉の方に話を展開していってしまうケースがあるんですよ。それが集客の問題を解決するために必要なテーマだったらついでに聞きますけれども、本筋は解決したい内容は集客のテーマだって言ったら、そこをぶらさないようにして耳で聞きながらメモをして、で本筋じゃないのは軽く余談メモ的に
切り分けながらメモを取ってってます。だから女の人はですね、展開していく癖が強いので、展開していっちゃうと本人も何喋ってるか分かんなくなってきちゃう時があるんですよ。でたまにあまりにも話が展開しすぎちゃうと終わりが見えなくなっちゃうので、元に戻して、それはつまりこういうことですかっていうことを一旦戻す時があります。ですので聞いてる側は今何がテーマになっていて、それに対してどの話を聞くべきかっていうことを理解しながら、メモも分けながら聞いてきます。本筋に必要な内容と本筋とは関係ないことを喋っちゃう人もいるので、こちら側が受け止めるときに理解しながら分けて聞いてるっていう、これ理解する力になります。まずここね、枝葉と本筋を分けて聞くっていうことですね、はい、ここがまず一つで、二つ目です。その分けて聞いたものをですね、今度伝えるっていう形に変換しないといけないんですよね。聞くのは得意なんですけど、それに対して答える時の伝え方が上手でない方もまあまあ多いです。まあまあ多い。なぜかっていうと、これまた女性特有の特徴と言ってしまえば特徴なのかもしれないですけど、結論が一番最後になるタイプの人が多い多い。女性は自分の中で話を聞きながらある程度答えを持っておく必要があります、ビジネス上では。でそうすると、今日の私の動画もそういう構成にしてるんですけど、質問力の磨き方3つですっていうのを最初に言ってますよね。理解する力、伝える力、質問する力で、それを今1個ずつ展開して話していって、今2番目の伝える力を伝えてるんですね。でこれをするためには、一旦伝えるときにどういう順番で伝えようっていうのを頭の中で整理して先に結論を言うっていう癖をつけないとできないんですよ。とりあえず自分が思いのままに喋るだけ喋っちゃって、そしてこれもまた伝えてるときにも本人も何を伝えてるか分かんなくなっちゃうっていうのがよくあるケース、よくあるケースなんですよ。だから伝えるときには結論から伝えるっていう癖をつけようと思っていると、理解をしようとメモをしているときに結論をもう自分が何から伝えようかなって決めてるということですね、聞いてるとき、はい、なのでここを整理できると集客上でもすごく有利ですし、制約、体験会とかの制約とかも有利になっていきます。なぜならば相手のクライアントさんが本当に望んでいるものを枝葉を落とした状態で聞くことができて、それに対して欲しい答えをズバリ端的に一発目に伝えることができるからです。途中いっぱい話聞いちゃうと相手の方もね混乱してしまうから、先に結論を言うっていう癖をつけると、それだけでも時間もかなり短くなりますし、伝えたいことがクリアに明確にシンプルに伝わっていきますので、伝える力は結論から伝える、でさらに細かく章立てで展開していくっていう、これをですね聞きながらやるんですよ。次に何を伝えようかなっていうのを聞きながら整理していく、これ苦手な人すごい多いです。だからこれができる人ってセールスっていわゆる営業的なものも上手にできるし、集客の文章を書くときも上手にピンポイントでお客様の肝とか喜びポイントが分かった状態で話をしていけるので、そこも非常に有利です。なので2つ目の伝える力は結論から言うっていうことですね、はい。そして3つ目です。質問する力ですね。これはどうやって質問するかなんですけど、結論から言うとですね、自分が欲しい答えに導けるように質問するということです。にゃって感じですよね、にゃって感じですよねこれはね、セールスとか営業の成績がいい人はこれがみんなできているということです、はい。要はお客様と商談とかをしていくときに、まあ、断りの文句って大体何パターンかに決まってるんですよ。でいろんな事情があるんですけど、まあ、大体3つが大きな要因ですね。1つ目はお金がない、2つ目が時間がない、3つ目は誰かに聞かないと回答が出ない、まあ、旦那さんなのかとかね、まあ、いろいろな事情
まあ、大体この3つが体験会終わった後とかやるのかやんないのかっていう断り文句になります。なのでその答えを要因として何に困ってるというか、制約に至る内容、これは集客の段階でも制約の段階でもどっちでも一緒なんですけど、ダメって言われる要因を先に潰せるように話を聞いてみるっていうことなんですよね。その中で例えば、まあ、質問力の、ね、中で、まあ、私なんかはもう本当に本当に最後のまとめの時には一通り喋った後ですよ、喋った後にいかがなさいますかって聞くだけなんですけどいかがなさいますかっていうことはご本人がどうしたいかっていう結論を口で言うことになるので、やりたいのかやりたくないのかの二択ですよね。で、まあ、大概ですね、面と向かってやりたくありませんとかは大体言いません。女性は特にそういう人から嫌われるとかなんかね、そういうことを自分でズバーっていうのが苦手な人が多いので、やりたくないっていうことが仮にあったとしても、ないしは本当に障害になってることがあったとしても言わないです、やりたくないですとは。そうするとどういうふうに言ってくるかっていうと、お金がないとか言うんですよね。でお金がないっていうのも本当にお金がないのか、分割払いとか違う払い方をすればお金を工面できるのかっていう相談に乗ってあげるので、ここでまた質問をしていくことになります。お金がありませんって言われたり、本当にないのか分割ならいいのかっていう話ですね。はい、そこで例えばじゃあどういう確認をするかっていうと、お金がない、はい、お金がないっていうのは理解できましたって言って、それは一括払いだとないということなのか、それともこの講座自体が自分には、適当ではない、要は支払いのその価値としてねないというものなのか、分割とか金額が下がって長期的に払えば OK なのか、どれですかって言います。そうすると、まあ、分割なら OK よっていう人はやる気があるし、もう自分のレベルではこのお金は無理すぎますって言ったら払えないっていうことで終わりっていうことになっていきますので、そんな感じで質問を一個一個していくことで自分が欲しい答えに落とし込んでいくっていうことですね。でここで勘違いをしてはいけないのが、欲しい答えに落とし込んでいくっていうのはイエスかノーが出ればいいっていうことなんですよ。今時点での、もう一度言いますよ、今時点でのイエスかノーかを出せばいいっていうだけなんですよ。この例えばノーをすごく嫌がる先生多いんですけど、その場で気まずくなるのが嫌だからメールで問い合わせるとかいう人いるんですけど、いやいやいや、来て話を来てるしてるんだったら、その場で本人が思ってる、疑問点とか全部解決する場なだけなので、今会わないんだったら別に今会わないで、未来に向かってもしかしてクライアントさんになる人かもしれないっていうところに置き直せばいいだけなので、今やりたいのかやりたくないのか、やれるのかやれないのか、今の結論を今一旦出すっていう必要があるのは質問力で導く必要があります。ここを曖昧にすると予測値が狂うんですよ。そして裏切られたと勝手に勘違いをして勝手に落ち込む先生とかもいらっしゃるのでね。例えばじゃあ今月10人ぐらい新規入会欲しいです、あそうですか、どれぐらい見込みになりそうな人いるんですか、あ今お話をしている人で迷っている人がいますとか言ってね、6人ぐらいはいけそうな気がしますとか、ご本人の見立てですよ。で結果蓋を開けると1人しか申し込みがなかった、その残りの5人の人はあんなにやりたいですって口では言ってたのにとかってね言うんです。で勝手に落ち込むんですよ、6人って思ってたのに1人だった。私から言わせるともともと1人だった可能性が高いんですよ。その残りの5人の本気度をちゃんと確認することをしていなくって、曖昧な状態で自分にいいように勝手に自分で解釈した挙句に入ってくれなかったと言って恨んだり落ち込むんですよ。だからこのあたりをしっかり自分が見極めてれば
角度が高い状態になっていくので落ち込むこともないし、かなり正確ですね。私自身もそうですけど、大体何人だなと思うと、その人数がまず確保された状態で、自分がこの人来ないだろうなと思った人から突然来るとかねそういう感じで大体プラスに回るケースが多いんですけど、私のクライアントさんでよく仕事ができていて数字の読み込みが正しい人は、大体ここの数字がドンピシャですね。ドンピシャ以上かドンピシャ下回るってことがほとんどないです。ということは読み込みができているということで、その手前の質問力がしっかり稼働していて、どっちかの答えを本人が持ってる。で、これを確認しに行かない先生が多いですよ。曖昧にすることによって未来への望みをつなぐタイプの人とかいるんですけど、曖昧にするとその人どっちかわからないのに自分の力をかけることになります。今じゃない人は今じゃなくていいんですよ。今の人だけを相手にすればよくって、で未来に向かってもちろん種まきと呼ばれる信頼構築はしていくんですよ。だけれども今の時点でどうなのっていうのを、一旦その体験会とか何か制約のフィールドに来た時にはそれを確認する必要があるんです。でここに必要になるのが特にまあ質問力っていうことなんですね。だけれどもその質問をするために手前のお話を理解していて、自分の思いを伝える力があって、そして言われたことに対して質問する、この3点が揃ってれば、まあ、大概ほぼ成約率 100% になっていくはずなんですよ。ほぼだって用事があって興味があって目の前にその人が現れてるのに決まらない方がおかしいんですよ。ということは決まらない時にお客様の意図とか趣旨とかそういったものを見落としている可能性が高いですね。はい。なので集客も制約もうまくいかせたかったら磨くべきは質問力ということになります。はい。では本日のまとめをしていきたいと思います。質問力高い先生は集客も制約もうまくいく。質問力の磨き方ということで、ポイント1つ目理解する力、2つ目伝える力、3つ目質問する力っていうことですね。はい。こちらがですね、付属している先生がまあまあ多いと感じましたので、今日はそんなことをお伝えしてみました。チェックをしてみてください。それでは。